皆さん、こんにちは。今回の話題と全然関係ないですけど、このスキル、なんか、お尻から青い光が吹き出てますね。なんでしょうね、これ。今回はですね、チェインスキル、使ってみたということで、チェインスキル、使ってみることで、ちょっと強いのかどうかっていうのをね、見ていこうかと思います。俺、まだね、チェインスキル一度も使ってません、実は。これが初めてとなるので、ちょっと初めてのリアクションとかできるのかなと思います。チェインがどんな音かって、打った後の音どんな感じかっていうのはちょっとね、ウィークエンドで聞いたような気するけど、なんかもうほぼ覚えてないんで、ちょっと、検証する前にですね、今、編成どんな感じかっていうのをちょっと、お伝えしようかと思います。まず片手直拳で、ちょっとチェインスキルが片手コーンしか、ソードスキルが当たらなかったので、ちょっとグリセルダ入れてます。あ、チェインアビもあれチェインあチェインアビ入れてねえな、編成に。あ、チェインアビってどうなってんのかな、これ。アドバンストルパーチェーンスイッチダメージが上昇し、ああ、まあこれもちょっと、まあ入れて、いろいろ試してみますか。これフルバービー入ってますけど、一回打った後、ちょっとフルバーアビー入れて、ちょっとどんな感じかっていうのを試しますかね。まあ、裏セット、片手再建にしまして、最大 HP50% 低下のインゴット3個積んでます。で、これ最近たまたま当たった闇属性の、片手再建コネクトに残属性の片手再建スキルを、2枚積んで闇残残と。で、それだけだとちょっとスイッチが足りないので、これを一発打って156半分くらい貯めていくと。で、それで、闇残残と満たすことで、この貫突して、最後のバースト条件が消えた闇残残の、マザロザフルバ勇気を起動すると。それによって、スタバーストストリーム、スタバを、打つことができると。で、それで、打っていくとですね、まあ、これ、アビリティは、まあ、歴戦、クールイッチ、ライトマジック、パーラさんの、アスナ、まあ、いつも通りなんですけど、これで、貫突して、本当はね、これ、スーパーチェーン効果って、これ、配布なんで、配布のスーパーチェーン効果、クソ雑魚なんで、本当は直剣、いや、ま、片手再建かな、とか欲しかったんですよね。ま、これが、貫突してあるんで、このマザロザフルバ勇気とスターバーよく使うんで、まあ貫突してあるので、まあ使えるっていうので仕方なくこれやってるんですけど、本当はスーパーチェーン効果が強いやつを使いたかった。で、これでやってみた後にちょっとチェイン、アビリティをまあ入れて、で試してっていう感じでいこうかと思います。で、その後にですね、片手コーンのチェインスキル、チェインスキル単体でどれくらい強いのかっていうのも見たいので、まあ、そちらも、終わったら試してみようかと思います。まあ、ちょっととりあえず、入ってみますかね。で、残属性オンリーのスキルを打つんで、まあ、自然属性は何でもいいんですけど、自然属性っていうのは火、水、土、風、闇、静属性の3つの、残と津田以外の属性をね、自然属性。残と津田を武器属性っていうんですけど、まあ、とりあえず残なら何でもいいんで、まあ、適当に、まあ、これにしとこうかな、まあ、これで、いきますね。行く前にちょっと、おさらいですけど、まずは、スパコメ、バルコメじゃなくてスパコメの方か打って、で、コネクトの方を打ちます。で、スイッチが多分満タンになるんで、まあ、満タンにならなかったらちょっと通常攻撃を加えて、で、表セットになったら、チェインスキルを、スイッチで打ちます。まあ、これ、エギルジムじゃない、クラインジムなんで、ちょっとカウンタースイッチはできないですよね。敵の攻撃来ないんで。なんで自分でちょっと、スイッチを起動してから、フルパワーを当てに行くという感じでやってまいります。とりあえず、まずスパコメ打ちます。で、コネクトを入れます。で、残属性。
あ、なんかスイッチが止まらないバグ。あ、スイッチ溜まんないバグが。なんか、さっきからさ、スイッチ溜まんねえバグが、ちょっと、あ、まぁ、ちょっと、あれ、通常攻撃で溜めればよかった。なんかスイッチ溜まんなくない？何このバグ。なんかちょっと変な、ラグい感じで入ってない感じが、感じっていう感じがする感じでやってる感じなんですけど。まあそういう感じで、まあとりあえずこの漢字を読んでいく。はい。で、これで、ほら、なんかね、スイッチたまんないんだよ。何の不具合マジで。ふざけとんのか。あれ？なんでスパコメも入んねえ。何の嫌がらせですか、これ。まあいいや。で、これで、小春のスイッチが入るように。あ、間違った。スイッチ打った瞬間、これ不具合とか。あ、スイッチ。あ、スイッチって言った。あ、小春が刻入れてくれた。で、もう一回発動するらしい。これで刻印も込みなんで、で、スイッチ。スイッチ。スイッチ。これで終わりよ。あ、なんかあれ、あれ終わっちゃった。あ、なんかあんまり強くね。うわ、なんか。うまく噛み合わなかったな。ちょっと小春の体勢がよろしくなかった気がしますね。なんでちょっとプレイングが悪かったんで、ちょっともう一回見てみますか。あんまり強いさは感じられないな。で、とりあえずこれで半分たま、ほら、なんかスイッチたまんないんだけど。スイッチたまんないと見れないじゃん。あれ、ちょっと待って、当たってすらないのか。当たり判定あった、これ。よし、溜まった。小春頼んだ。あれ、小春、え、小春打ってないやん。サボりやん、こいつ。でもあれ、チェインスキルのブイーンっていう音はなんかあんまり、なんか、アクセルほどの感動はなかったな。あの、ブーンとか言ってさ、でもアクセルも一緒に使うとなんかあれかな、音がいいのかな。これは、どうしようかな。これでいいかな。でもね、これね、ユナ刻印にしようかちょっと迷ったんだけど、ユナ刻印するとですね、あ、でもいいのかな。ユナ刻印ならね、スイッチ使用時なんで多分毎回発動すると思うんですよね。ちょ、ユナ刻印毎回刻印、あのスイッチ、多分だって毎回スイッチって言ってるもんね。で、大丈夫ね。まあいいや、これとりあえずこのままもう一回ちょっと、え、なんか小春ってこんなに、あの、打ってくんなかったっけ、スイッチ。あれ、なんかおかしいぞ。ちょっと、とりあえず、これで、ミサンタ満たして、満たして、満たして、ほら、なんかおかしいんだよな。で、これで、いけ、小春。よし、来た。よし、いくつ入る？あ、でも、あ、小春頼む。1900万。で、もう一回入る。行きます。もう一回入る。4000万超えた。あ、でも3発しか打ってない。フルバービーで強いのあれば。あ、でも6000万いったね。6000万いったんか。で、一発が1900万ぐらいというところで、これが、でもチェーン6000万か。まあでもいいや。最初の1900万を、超えられるかっていうのがこのチェインスキルでわかるかな。でもコンビネーションバフで、あ、違う、コンビネーションバフじゃない、コンビネーションが入るんで、スイッチダメージが上昇、このスイッチダメージが上昇しっていうのがどれくらいなのか気になる。スイッチダメージも、ダメージ計算式のかかり方がどんな感じかに
よるので、とりあえずまあこれでスイッチ貯めます、スイッチ貯めます、残属性入ります。よし、小春頼んだ。よしよし、いけ。これでいくら入る？1900万超える？あ、同じくらいだ、同じくらいだな。あれ？あれ？何やってる？スイッチ、オッケー。あー、なんかよくわかんないな。じゃあスイッチ、オッケー。なんかよくわかんないな。へい、行きます。なんかよくわかんない。スイッチ、オッケー。あんまりチェインアビの効果は実感できなかった。1900万でしょ、チェインアビ。そんなチェイン時間が伸びるっていうのが強みか。でもチェイン時間伸びたところでフルバー打ったらもうクールタイムが回復しないんで、まあ片手再建とかだといいのかな。これ固定値なんだよな。いやーちょっとはね、チェインスキル自体の、スーパーチェーン効果とかはあんま、そう、関係ないんで、今回ちょっとこれ配布だから弱すぎて。だまあ、防御バフも入るんで、まあ、強いっちゃ強いんですけど、とりあえず、これを使うと、まあ、刻印とか、小春のね、クイーンとかが入るっていうのが結構いいなっていう感じですね。うん、チェインスキル自体の、まあ、良さ、毎回スイッチ打てますよっていう良さだけが、スーパーチェイン効果とかはあまり期待できないといった感じですね。で次に、チェインの片手コン見ていこうかと思うんですけど、本当はね、これをね、貫突できたら、まあ良かったんですけど、ちょっとね、まだ、もうちょっとチェーンオーダー引きたいと思ってて、で、もし片手再建のチェーンスキルが出たら、そちら、なんか、なんていうの、小石なんかに使えたら嬉しいので、まあそういうのを使っていきたいっていうのと、うん、そうだな、あんまり、まだまだちょっと小石がね、足りなくて、ちょっと使いどころに迷ってるんで、で、これが、貫突してて、肉とケーキなんですけど、これがね、バースト時の効果がはちゃめちゃに弱すぎるんですけど、まあ、その代わりパーティーにね、バフがかかるっていう良さがあって、まあ、支援タイプのフルバなのかなと、俺個人的には思います。ただそちらに、これのスーパーチェーン効果が乗るので、攻撃力1500上昇の土ダメ 50%、さらにはこちらの、アースフォースが乗ると。でもっと言えば本当はね、これを貫突すればさらに攻撃力が 100% 上昇がつくんで、これですね、このチェーン効果、高低値 1500% と攻撃力 100% 上昇と土ダメ 50% と全部乗るっていうのが多分強いんでしょうけど、今回は、まあ、これでどれくらい出るかっていうのをあまりね、小石使いたくないので見ていこうかと思うんですけど、こちらの装備セット打刻が入っております。リスベット2枚以上の時に、刻印デバフを付与するとスイッチ使用し命中時です。で、これもスイッチで使用することになるし、これもスイッチで起動できることになるんで、で、貫突すれば、まあ、これくらいのスキル威力にはなると、今は 1940% ダメージと、まあ、これで、まあ、多分この効果が発動するんで、強いとは思うんですけど、まあ、どんな感じなのか、まあ、見ていこうかと、思いますけど、こちら、フルバーストアビリティで突撃4が入ってます。あと待って、ちょっと待って、突撃4かぶってない。あ、かぶってる、これ突撃4だ。これ
かぶってたんか。じゃあ何これか。いやでもなんか弱いな、これだとちょっと弱いな。なんかいいのあるかな。チャンピオンズロードクラインとかかな。あんまり強いスキルがないんだよな。だ土、あこれがだ水か。これは突闇。あー片手再建だったらな、こういう決戦のフルバアビとかあったりして結構まあ入れやすいっちゃ入れやすいんですけど、これが自分が毒の時土ダメが上がるやつか。うまくはまればまあ強いっちゃ強いんだけど、あでもこれチャンピオンズ、あこれあれこれ何、あこれも卓撃音か、破砕症だけど卓撃音じゃな、効果かぶるんだよな。なんかいいのないかな。なさそうだな、なさそうな匂いがプンプンしますね。まあ、とりあえず、あれだな、あ、これ何これ、突尺？あれが、あら、チャンピオンクラインかな。なんかもっといいスキルある気はするんだけど、これ、全身全霊4でしょ。攻撃強化4だから被ってない。これでいくか。危うくロリポップリーファーを入れるところだった。これでいいはずなんだよな。で、小春のスイッチ枠に、突水印を入れたいですね。これで攻撃モーション的に、まあ、どうなるかわかんないんですが、まあ、ちょっとこれでやってみますかね。で、こちら、実は、土と、連結されておりまして、でさらに、これで打属性打って打弱 23% デバフを入れると。でこれにより土だが満たされて、これのフルバが起動できるというところで、これで、なんとか、そうですね、これね、カナル型イヤホンなんですよ。ほらカナル型イヤホンからバチバチなんか電磁波が出てますね。いやカナル型イヤホンを振り下ろすピンクの髪の方がどれくらい強いかっていうのをまず、とりあえず、まあ、まずはフルバー起動しないでみるか。まずは、普通に、まあ、突じゃあだだ土だ土弱点がいいか。でスイッチ貯めます。で、あ違う、これじゃないや、これじゃないや、いやこれ打っと、これ打って、土もうだはいいのか、まあいいや、一応満たして、これで終わりよ。これで小春頼む、あ間違った、ま、あちょっとあれなんで今押したのに、小春の反応が悪いな。いや小春さ、仕事せんの？仕事せろよ。あ、これ待って、最大 HP が低いとあれじゃん。ダメじゃん。今度は最大 HP が低いと、チャンピオンズロードクラインの効果が発動しない。だから、噴光、あ、でもこれ噴光入ってんだよね。あ、これ噴光なんだ。あ、メディナも、いいんだね。捨てたもんじゃない。じゃあ片手再建を、バーチェにしとくか。ビーチェ、バーチェ、ビチェンコさんです。アレクセイ・ビチェンコさんです。まあ、とりあえず、これで、ダーツチーか、これいきます。で火属性だけど関係ない。土はい、一応ダー満たしとく。小春頼む。これで終わりよ。おーし、お、いけ、いけ。スイッチ、オッケー。729万。スイッチ、
どうなる？スイッチ。どうだ、どうなる？スイッチ。あー、強いのかな。なんかよくわかんない。あんま強くないような気はするな。俺の装備が弱すぎるのか。ちょっと待って、俺、え、待って、どういうこと、どうなってる。チェインスキル単体でもまあまあまあ1000万はいかないけど、まあまあか、まあまあ強いかな。で、これで、これで終わりよ。で、これで一発止めて、よし。壊れ頼む。ホンダ。これで終わりよ。ホンダ。オッケー。ホンダ頼んだ。ホンダ。これで終わりよ。ホンダ。スイッチ。オッケー。ホンダ頼む。スイッチ。ホンダ頼む。ホンダ頼む。おお。4000万。これで終わりよ。スイッチ。ああ、まあ4000万か。まあまあか。チェイン自体だと一発700万ぐらいいったんか、さっき。まあ、打速性デバフも込みだけど。え、でも、あれ？ちょ、マスロソフルボが1900万までいったっけ？ってなると、これは、多分ボスの特性耐性突破もできないのか。特性耐性はない敵の方が、まあ、ない敵というか、弱点ピンポイントで食らわない方が。あれ、突水。突水打たないやん。突水打たないやん。スイッチ。スイッチ。え？あ、でも、あれだもんな。そもそもさ、これのバースト時の効果が弱いんだよな。だから一発一発はそんなでもないんかな。こっちを貫突したらもうちょっとなんか、あるのかなっていう感じではあるね。なんかよくわかんねえな。700万か。一応もう一回ちょっと見てみますか。なんかよくわかんねえな。一応多分、スーパーチェーン効果が載ってるけど、あの一回発動っていうのが、各一回発動になってんのかがちょっとよくわかんないけど、とりあえず、土、土、で、ダーを入れますと。小春こ突水。これで終わりよ。あ、突水入ってんのか、そもそも。スイッチ。あれ？打刻突水入ってる。これで終わりよ。スイッチ。あれ？スイッチ。あれ？スイッチって言ったよ。これで終わりよ。スイッチ。オッケー。貫突してないのにスイッチって言ったよ。あ、違う、覚醒するの忘れてた。あれ？え、でも打刻打ってるよね。おかしくない？なんか、え？攻撃モーションが、ちょっと、あれかな、噛み合ってないんかな。突速性的にね。もしかして、いや、でもおかしいよな。どういうことだ？アクセルも入れたいけど、アクセル入れたらカウンタースイッチしないといけないから、こいつは心眼か。あー、わかんねえ、マジで。何がいけないんだ。突水が乗らねえ。小春が打ってないだけかと思ったけど、小春打ってるように見えたんだよな、モーション的に。なんでだろう。あー、なんか悔しいな。多分これなんか俺ミスってんの。多分。多分なんかミスってる。これで終わりよ。
あ、これあの突水乗ったぞ。あ、分かった、タービン打つ前に、ほらタービン打つ前に入ってんだ。タービン打つ前にと、ほら突水が入ってんだ。これ4000万までいった。スイッチ打ったよ。貫突してないのにスイッチって言ったよ今。5100。あー、まあまあか。いやでもあれだもんな、あのバースト時の効果が弱いじゃないですかこれ。弱いのにマザロザフルバとスターバーストストリーム打ったやつと比較しても1覚醒1000万くらいの差だったから、もう5000万くらい出たんだよね頑張れば。って考えるとこれをなんかこういうほんのまあマシな効果ので貫突して使ったらまあ強いのかなって思いますけど、どうなんだろうね。この、まあ、スーパーチェーン効果、まあ、土ダメ 50% ってはあるんですけど、まあ、固定値1500上昇もね、あの黒煙系の敵に対して発動するんで、これだけ使うためだけにね、入れてもね、まあいいのかなと思うんですけど、これ土っていうと、ちょっと今のところ使いどころがあんまり、ちょっと微妙なんで、難しいところではあるんですけど、なんか強いと思うんだけど、ちょっと俺の所持スキルではまだわかんない感じなんで、で、まあそのうちね、もう一回チェーンオーダー引いて、もう少しチェーンオーダー、あ、チェーンスキル、集めてみようと思います。そうなったらまたね、ちょっと試してみた動画を、もう一回出してみようかと思います。まあ、だいたいまあ、そうですね、もうチェインスキルってだけで、その全部スイッチになるっていうのがすごく強みで、まあ、片手直剣だったら、まあ、あのその打刻とか、普通にコウハルの刻印とかが、そのスイッチで入るっていうのがすごくいいし、まあ、どうなんだろうな、その、例えば片手コンだったら、突水、打刻、突水、打刻、これが打刻で、アビリティでスイッチ入れれば刻印になるやつ。で、それと、さっきの小春に打ってもらった、突水というやつですね。突水ってやつで、まあ、これで、打刻と突水、その刻印とこの突水を同時に乗せる。っていうのができて、で、突属性の敵にって書いてあるんですけど、これは打属性が弱点の敵にって意味なんですよ。突属性攻撃をしてくる敵は、あの、打属性が弱点なんですよね。まあ、残突だの、なんかその、じゃんけん三すくみ的なものがあるんですけど、まあ、そういうね、弱点関係の、属性関連のね、あの、何属性の敵かとか、何属性弱点の敵に、限定につく、この、強い刻印みたいなのが、刻印とね、同時に乗るんですよね。だから、まあ、残水印っていうのもね、最近出ましたけど、まあ、そういうのでも、そうですね、打刻残水っていうのができるんで、まあ、それで、もしうまく入ればね、特にソロとかは、打刻突水残水で、いい感じにダメージが入るんじゃないかなと思いますね。これまあ今回そう、打刻突水込みでこれのダメージなんで、まあいかにマザロザフルバが強いかっていう、スタバが強いかっていうのが分かったかと思います。なんで、そうですね。まあもっと俺がね、強いスキル持ってればよかったんだけどっていうのをまた言っちゃった。なんか同じこと何回も言ってるな。いや、インゴット見捨てたりしてないよね。してないよね。インゴット見捨てないよね。だから見捨てたらあそこまではダメージしてないか。まあ大体そんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。